あら、おはよう。一晩眠ってすっきりした？おはようございます。朝食でしたらすぐに準備しますが、いかがですか？でしたら、その後はお茶にしますね。皆さん、朝食の後はお茶派ですか？それともコーヒー派？軽快な処理速度。そっちも調子良さそうだけど、こっちだって負けてないから。一晩休んで余分な術式を根こそぎしようとして、守りより攻めのスタイルになってみたの。アバいろんなガードを外したからソリッドになってるのよ。ダイエットに成功した時のすがすがしい感じ。そう、それはさながらお腹のぷよぷよが減った時の。いや、ないないから。私太ったこととかないから。とにかくこっちの準備は万全だから、あなたは気にせずどーんと最後の戦いに向かっちゃって。よく眠れたようですね。私も十分に休ませていただきました。セルフコントロールに問題はありません。すべての自己診断システムは平常値。アバターを維持できています。ただこの光景がもう二度と来ないことを自覚するたび、感情制御に不快ではない情動が生まれます。自己診断に影響がない以上、私の脳神経そのものが生み出しているのでしょうが、未練という感情に最も疎い私がこんなことを思うなんて自分でも驚きです。 SG を強引に取り除かれたり、不名誉な属性をつけられたり、本当に頭の痛い日々でしたが、今はそんなエラーすら得難いものと感じています。これはこれで良い経験だったと。では戦いに向かってください。あなたの手で最後の幕を下ろす時です。私からは特にありません。かっこいいことを思いつかなくて。ダメですね、私。口にできるのは事務的なことばかりで。あ、でもまだチャンスはありました。中枢にある壁を壊すとき、ここから通信をしますから。それまでもうちょっとタイムです。どうぞゆっくりしていってください。
さくらの壁についたのね。さすがに中枢域では映像は拾えないけど、位置関係は把握できるわ。さくら、あとはあなたに任せていいのよね。あの壁解除してちょうだい。はい、もちろんです。皆さんは提示された条件をクリアしました。あとは私が実行するだけです。その壁に手を当ててください。あなたを通してシールドにアクセスします。確認しました。精神分析、行動主義、人間性心理学を主軸にスタチューをリフォーム。定義完了しました。桜型 AI の新章図と断定。同権限のもと解体を実行します。スパイナルコード除去します。ロック解除成功です。これで中枢への道は開かれます。いよいよね。その先には光さえ通らないわ。すべての契機がアンノーンを示している。おそらくそこからは不可逆の空間よ。中枢への一方通行、入ったが最後吸い込まれるわよ。ある意味その先は観測宇宙の法則に近いようです。時間は一方向に積み重なっています。これが最後の通信になりますが、どうかご分運を。私たちは先に表で待っています。そういうこと。悪いけど一足先に上がらせてもらうわ。あなたたちの突入を確認したら、ありったけのパワーソースをそっちに回してあげるから。それで少しは楽になるでしょ。じゃあ通信はこれで最後になるけど、しっかりね。最後にドジ踏んだら承知しないから。はい、任せてください。ヌーセル中枢に通じる道、サクラボール解除します。先輩気をつけて。そこに全ての元凶が潜んでいるぞ。ここまでね。モニターもアウト、通信もアウト。完全にやることなくなったわ。はい、お疲れ様でした、ミス東坂。私たちに残された仕事はあと一つだけです。オッケー。じゃあ手分けして片付けますか。何は生徒会室の方をお願い。私は校舎の方を操作するから。了解です。すべてのメモリ、パワーソースを防護エフェクトに回しましょう。さくらはもう行ってくれたか。
じゃあ、あとは私たちだけね。生徒会室の維持にもメモリ使うし、あいつの勝ち負けを見てからなんて悠長な真似は性に合わないし。見事な強がりです、ミス東坂。あなたがそうしていてくれるおかげで私も恐怖心を抑えつけられます。悪かったわね、強がりで。ここがなくなる以上、私たちは表側に戻るしかないんだもの。そりゃ怖いわよ。今のところあいつらが勝たないと未来はないわけだし。表側に戻った瞬間、地上で快楽死を迎えている体に引き戻されて即死なんて笑えないわ。そんなことは考えてもいないくせに、本当にあなたの心遣いは分かりにくい。私たちは彼の勝利を確信しています。だからこそ怖いのです、表に戻った時のことが。だって私の記憶では、次の対戦相手は。ああ、やっぱりラニもそうなんだ。じゃあこれは確定なのね。やりづらくなっちゃうな。それはどうでしょう。ムーンセルが通常に戻った場合、月の裏側での出来事はなかったことになります。こうして私たちが出会い、過ごし、笑い合ったことも、すべて、起きえたかもしれない可能性の一つとして、忘れ去られると推測されます。そっか。元から一夜の夢。表の未来が守られた瞬間、裏での出来事はきれいさっぱりなくなるのね。はい、残念なことに。それとも喜ばしいと言うべきですか。さーて、それこそ口にするのは野暮ってものよ。そろそろ限界みたい。先に行っていい、ラニ。水臭いです。退場するのなら同時に。あとは彼に任せましょう。そっか、じゃあ、はい、さよなら、ラニエイト。私たち、いい友達だったわよね。はい。そして、最高のスタッフでした。ありがとう。今までお疲れ様。それじゃあ、聖杯戦争で会いましょう。外からの音だが、激しさを増してきた。嵐のただ中にいるようだ。この濁流の前ではいつ押しつぶされても不思議ではない。余計なこと言わないでほしいっす。なんでいつも一言多いんすか、カルダさん。そうか、比較的無口な方だと自認していた。まさか一言余分だったと。無念。なぜその適切なアドバイスをもっと早く言ってくれなかったんだ。どこまで天然なんすか。今カベカベコって言った。死ぬ、死んじゃう、今度こそ。うん、今度も死んじゃうんだ。私こんなところで誰にも知られず、いつの間にか死んでるんだ。でも仕方ないよね。これしかないんだもん。外に出ても死んでるんだし、み
んなみたいにかっこよく生きられないし、私なんてここで猫みたいに曖昧なままで居続けるのがお似合いなんだ。だって今まで何もしてこなかった。行かなくなった時も、マスターになった後も何にもしてこなかったんだから、何にもないんだよ。私みたいな凡人はずっと閉じ込められてるのがお似合いなんだ。いや、それは違う。お前の人生はただ間が悪かっただけだ。え？カルナ。ジナコ、外では全てが消えた。旧校舎は跡形もない。他のマスターたちも本来の居場所に戻ったようだ。全てが消えた。ここには何もない。それでも、まだここに残りたいと思うのか。そんなの、そんな言い方卑怯だよ。私だって、こんなところにいたくない。帰れるものなら帰りたいに決まってる。でも、私にはここしかない。やり直しなんてできないんだ。いや、それも違う。うん。何と説明すればいいのか、俺には難しいのだが。俺の力では、お前を聖杯戦争の優勝者にまでは押し上げられない。だが、やり直しならできる。聖杯戦争から離脱させ、地上にあるお前の肉体にお前を戻すことならできるんだ。カルナさん、何言ってるっすか？そんなのムーンセルにだってできるんだよ、それが。俺の体をよく見るがいい。何か足りないものがあると思わないか？足りないものって、あ、そういえばそのカルナさんってガリ体型っすね。マスターとして契約したとき、もうちょっと太っていたような、なんかゴテゴテしていたような。ああ、そうだ、黄金の鎧。情報にもあった、何者をも弾く鎧がなくなってる。ようやく気がついたか。というか、さすがの俺もこの事実に気づかないお前に文句を言いたい。おかげでサーヴァント戦で受けた傷は一切治っていなくてな。実のところ、あれからずっと瀕死のままなんだぞ、俺。え？どうしてないの？あの鎧があれば負けなかったのに。あれはお前に使った。お前が目を閉じ、耳を塞ぎ、表の校舎の崩壊に巻き込まれた時にお前にまとわせたのだ、我が主よ。我が鎧は神々さえ破壊できぬ太陽の威厳。いかにムーンセルが強大といえ、月である以上太陽の光は砕けない。つまり、なんて説明すればいいのか。表の世界ではジナコは死んでいない。
お前は聖杯戦争が終われば自動的に地上に戻るしかない。聖杯戦争唯一の生還者となる。タイミングを逃した。それで戻りたいのか。そんなの決まってるじゃない。帰りたい。私まだ何もしてないんだから。よかった。俺は今度こそ余計なことをしなかったようだ。このゆりかごもこうなっては足かせだ。さあ、お前の帰るべき場所に帰るがいい。帰るって、カルナさんは？なんか体すごい勢いで崩れていってるよ。ああ、表側にいた頃の俺は校舎の崩壊とともに消滅した。それを認めたのだ。このまま正しく消えるしかあるまい。言っただろう。俺はここで消える運命ではないと。俺には表の聖杯戦争の終わりにお前に鎧を譲り渡す使命があった。嘘でしょ。自分が死ぬのに私を助けて。それは結果論だ。お前を助けた後、結果的に俺が生き絶えただけだぞ。どうした？なぜ喜ばない？外に出る決意が急激に薄れている。まだ何かあるのか、ジナコ。だって困るよ。そんなの、私なんて放っておいてもよかったのに。だってそうでしょ、カルナの方がすごい人なのに、カルナの方が胸でいっぱいなのに。いや、それはしてるわよ、マスターだもん。カルナがどれだけひどい人生で、どれだけ欲しいものがいっぱいあったかなんて分かってるよ。頼まれた時も、本当は力になりたくてたまらなかったのもちゃんと分かってた。私だって意地があるもん。本当はカルナみたいなすごい人が生き残るべきだって分かってる。なのにどうして私なんかを助けるのよ。私全然これっぽっちも特別な人間じゃなかったのに。わからない。嬉しいけど私にはわからない。なるほど。確かに優れた人間、特別な人間ほど優先して助けられるものだろう。人間はそうやって価値を上げていくものだからな。価値のないものは誰にも見向きはされないだろう。そうだよ。
だから私にはカルナに助けてもらえる資格なんて。だがそういった思考は俺にはいささか重しに移る。俺自身特別なものを救うに値する特別なものではないからだ。ジナコ、お前は俺の主人だ。守る理由はそれだけだ。お前がどれほど億劫な人間であろうと、働かない無能であろうと、関係はない。カルナは私を買っているんじゃなくて、諦めているのでもなくて、ただサーヴァントだから助けてくれた。そうだと言っているだろう。そもそも俺に人を見る目はない。全て同じ価値に見える。だからこそ特別じゃない私をごく当たり前のように助けたのね。それはダメな私がいつまでもダメなままでも。無論だ。特別ではない君を命ある限り俺は庇護し続ける。ジナコ、待て、なぜ泣く？すまん、また一言多かったのか。ううん、違うす。カルナさんの甘やかしようがすごいんで、呆れたすよ。何があっても守る、何の価値もなくても構わないとか、お父さんみたい。親バカ、ここに極まるっす。そうなるのか。そんなつもりはないのだが。うん、わかってる。あなたは私を甘やかしているんじゃない。あなたは私を信じているんだね。私の成功とか人生とか、そんな小さな話じゃなくて、うまく言えないけど、あなたはきっと。みっともないね、最後までわがまま言って。でも大丈夫、私はなんとか納得したよ。だからもう行って、カルナ。今までありがとう。引き止めちゃってごめんね。お願い、今も校舎で震えている私を助けてあげて。承知した。少々手荒くなるが、そこは多めに見てやってくれ。ところで略すよ、カルナさん。カルナさんは一言多いんじゃなくて少ないんす。伝えたいことを途中で切るから相手が誤解するのです。これからは最後までちゃんと感想を口にすること。気を使って黙ってちゃダメっすよ。
そうだったのか。3回言うほどショックだったっすか。すまん、こういう男なんだ。元来暗い性格でな。忠告はありがたく受け取った。そうっすか。じゃあ早速テストっす。言い残したことがあったら言うっすよ。そうだな。口にするまでもないことだが、ジナコがそう言うのなら言葉にしよう。生きるがいい、マスター。必ず誰かが、誰でもないお前を待っている。ちゃった。ほんと私ったらついてない。やっぱりものすごいハズレを引いた。あんたは僕には過ぎたサーヴァントだったっすよ。うん、さよならカルナさん。信じられても重みが増えるだけだけど、今さら重いのは変わらないし、たとえ何もできなくても何かをするって自由だけは私にも残っているよね。内報書を確認しました。現在ゲストの予定はありません。過去ゲストの来訪はありません。未来ゲストの必要は認めません。来訪者002に警告します。直ちに人間性を削除してください。警告が受け入れられない場合は、ようこそニューセル中枢へ。お待ちしておりました。先輩、眼下をご覧ください。美しい学園風景が広がっています。絶好のフライト日和です。当機は目的地週末に向かっています。出発時刻は昨日、到着予定日数は西暦3000年です。おそらく一瞬ですので、神である私の慈悲にすがって無駄な祈りを捧げてください。言うまでもなく、決してあなたたちの祈りは届きません。繰り返します。来訪者を確認しました。現在ゲストの予定は、その美しさは機械としての美しさだ。ここには命の息吹が一切ない。
あらゆる要素が生命活動を否定している。俺は多くの災害と人悪を見定めてきた。貴様らにとって悪とされる者たちも根本には人間への情があった。それが自己にのみ向けられた博愛であれ、他者に向けた憎悪であれな。だがこれは違う。この闇は人間的でありながら、人間としての情を持たぬ排斥の空。この世すべての悪を上回る全く新しい人類悪だ。その通りです。あなたにも自己を客観視する機能があったようですね。残念なことに、あなたたちは機能があるだけで活用する知恵がないようですが。先輩、あなたはこの完全な宇宙に現れた病原体そのものです。を無視して訪れた以上、一切の釈明は受理できません。また未登録のマスターは消去対象です。サーバントともどもここで廃棄処分とします。私は未知数な可能性も感情も認めません。露悪な神の頭脳に成り下がったな、 BB。 あれはすでに別物だ。貴様の手で引導を渡してやれ。余地はないと警告しました。無様です。無様に、無様の闇の中で無様しなさい。それがあなたたちには適切です。原初の冷却すらあなたたちには行き過ぎた資源でした。この闇はあなたには晴らせません。あなた一人の光ではとても。なぜなら、人類を許容するべきか否か、この議題で過去から現在に至る地球の全生命体から採決した結果、49対51で人類の一掃が可決しました。許容的意見は動植物が中心でした。物言わぬ彼らはあなたたちを許すと告げました。否定的意見はあなたたちが中心でした。知恵を持つあなたたちは自分たちは反省しないと嘆きました。わかりますか？利益のために同志を食い物にするのはあなたたちだけなのです。あなたたちは自滅を選んだのです。あなたたちは自滅を選んだのです。
あなたたちは自滅を選んだのです。じゃないわ、それ恒星の権化みたいな私が事実を隠蔽してどうするのよ。ちなみに本当は50対50でした。人類の皆さんもやるもんですね。隠しようのない本音アンケートでも未来に希望を持っちゃうおバカさんが10% もいたなんて。その恥知らずさに私もびっくりです。じゃあなんで可決したかって。それは私になったモンストロが票を動かして、この騙されないで先輩。愚劣です。不可能です。なぜ意識が戻るのです。なぜ自分を肯定できるのです。この未来を知らされておきながら立ち上がる意味がありません。愚劣です。不可能です。あまりにも無様です。つまりあってはならないことです。なぜそこまでしてあなたたちは苦しもうというのです。細胞レベルでの量子の活性化を確認。タナトーシスよりの復帰を確認。こんなことが。未熟な惑星ときたか。雑誌の分際でよくもそこまで思い上がった。だが良いぞ、正しく事実だ。星は晩年を迎えようと人の歴史は未だ幼年。何しろここまで身の程知らずのバカ者を生み出したのだ。成熟期には程遠かろう。
怠惰極まる人間どもはまだその価値を示せずにいる。故に最低の時は今ではない。そもたかが石の観測者が宇宙の法を論じるとは片腹痛い。増長を窮すのは貴様の方だ。現象を語る。元素は混ざり固まり万象を織りなす星を生む。真理の頂点を知るがいい。俺が真に黄金と認めるもの、秘匿秘蔵の原型を見せてやろう。さあ死に物狂いで歌え雑念。その力、私と同じ海底のもの。なんて、浅ましい。確かにな、王が原初の姿を晒す謎、死に際ですらありえまい。だが、我が雑種が命を賭してまで上奏した祭り事だ。俺が答えずに誰が答える。この場に塗り固められた怨念がこの世のすべてというのなら都合がよい。すべてのものよ、心して聞くがいい。この男は我が契約者。俺の許しなくして害することは永遠にできると思え。そこまでして永続にすがりつく。やはり人間は不要です。私は守ると誓ったから。そうです、守るためのムーンセルです。ああ、でも私は何を守りたいと思って。ここであなたを削除し、人類の未来を完全に決定します。消えなさい。跡形もなく、痕跡もなく、惜しむ声もなく、同情の余地もなく。それがあなたたちにはふさわしい。それを決めるのは貴様でも俺でもない。ここまでたどり着いた一人の愚か者だ。行くぞマスター。俺の全てを存分に使い、思うままに戦うがいい。もはや言葉はいらぬ。我らの力をもって心臓の神を討つ。神話以来の神殺しと行こうではないか。ムーンセルとの同期を開始、蹂躙を始めましょう。ギルガメッシュ、最低者であるあなたが私を破壊することは承服できない。私たちは同じ視点のものではないのですか。笑わせるな。最後まで見るという点が同じなだけだ。お前は人類史を嫌悪し、俺は人類史を楽しんでいる。
であればもはや戦うほかあるまい。我らは互いの旧敵だったのだ。ムーンセル。消去します。そうでなくてはな。注意はしておくか。その首はなぜついている。悪のやつを忘れるな。悪のやつを忘れるな。こういうのがいいのでしょう。自決しろとは言わん。風前の灯火ですね。私の一息で消してあげます。叩き伏せよ。そうでなくてはな。自決しろとは言わん。自決しろとは言わん。貴様は王冠よ、光を。その首はなぜついている。貴様は必然の展開です。このまま速やかにデリートします。これは欲望を汲む天の杯。この一滴があなたに。自決しろとは言わん。自決しろとは言わん。脆いな。その首はなぜついている。見えているぞ。見えるがいい。戦力差は明白なのに、なぜ倒れないのですの化身を崩せるか。不動です。その首はなぜついている。自決しろとは言わん。自決しろとは言わん。こういうのがいいのでしょう。見えているぞ。こちらの流れで少し遊ぶか。雑種オペ開始。こうでなくてはな。王冠よ、富と力。その首はなぜついている。王冠よ、光を。おのれ。その首はなぜついている。見えているぞ。見えるがいい。貴様は自決しろとは言わん。褒美だ。人類最古の地獄を見せてやろう。下がって俺に慢心を捨てろときたんだ。つくづく高顔なマスターよな。貴様には地の断りでは生ぬるい、天の断りを示してやる。さあ、死に物狂いで耐えるがいい。
吹け！死して敗せよ！エヌマ・エリシ！システムの不正終了を確認しました。リブートします。異常の原因であるサクラシステムを破棄。稼働中のサクラシステムを検索、発見、接続します。ムーンセル再起動成功しました。全サクラシステムが凍結していた人類への干渉を始めます。全サクラシステムによる妨害が消滅したことで進行速度は 20% 上昇。文明の崩壊まで5日に短縮できる見込みです。何事か。 BB がムーンセルを止めていたのはいい、分かりきったことだ。だがなぜ再起動する？ムーンセルを自由にはさせない。私も消えない。ムーンセルなんかに消されない。消えるのならムーンセルも一緒に。私は負けない。だって私が倒れたら誰があの人を。どこにも行き場のない、データですらない、未来に取り残されて消えるしかない。それでも、そんな心でも私はいると笑いかけてくれた。あの尊い人を誰が守ってあげられるの？読めた。こちら側の白い AI か。同型の AI であるなら緊急時の予備システムとして使用できよう。ムーンセルメ、生き延びる本能こそないが存続する機能だけは一流だな。私はやっと侵食プログラムに直接干渉できるようになりました。私はこれまで BB を止められなかった、 BB も私を消せなかった。初級 AI は自己消去を禁止されている。
私たちは自分を殺すことはできない。それが全ての過ちのもとでした。でも先輩が、リンさんが、ダニさんが私をここまで連れてきてくれた。今なら新しい運営プログラムに選ばれた私なら全てを。ムーセルが私たちに課したルールも打ち消して、全てをなかったことにできます。この事件を全て夢として処理する。自らの命、いや魂を支払ってまでムーンセルを守るというのか、 AI。侵食も止まります。皆さんは表側に戻されて、虚数空間は初めから存在しないことになって、正しい歴史から削除されます。全ては元通りになるんです。私はムーセルから生み出された AI、 元いたところにちょっと帰るだけですから。そう、何もかも正しい形に。目を開けたらすぐに、あの出会いもこの日々も全部。だから気にしないでください。ひとときの夢が終わるだけの話です。あ、でも長い夢でした。とても楽しくて、もったいないほど幸せで。なるほど、起死回生の妙手よな。そうなれば月の裏側に落ちることはなく、俺と契約することもない。はっ、喜べよ。表側に戻ったところで死ぬだけだった貴様の運命も元通りというわけだ。まあ先は見えているがな、貴様のサーバントなぞどうせ箸にもかからぬくだらぬ英霊であろう。俺であれば敵なしだろうが、それもここまで6回戦目とやらで無様に敗北するがよい。よかった、私誓ったんです。あなたを守ると、それだけはちゃんと果たせそうですね。私はあの日々を消してしまったけれど、あなたももう忘れてしまうけれど、それでももし少しでも覚えていたら。本当にお疲れ様でした。私がお世話してきた中でも一番素敵なマスターです。どうか良い戦いを。それと、もし余裕があったら次の私にも良くしてあげてくださいね。
にちは、先輩。今日も来てくれて嬉しいです。初めて会ってすぐのこと覚えていますか？私が保健室で眠っていてお見舞いに来てくれた時のこと。たった一日、聖杯戦争のおまけみたいな、そんな日のことです。おはようございます、先輩。今日は美味しいお茶の入れ方を考案してみました。お口に合うといいんですけど。え、お茶受けが欲しいですか？あ、はい、ちょっと難しいけど頑張ってみます。20世紀の和菓子と洋菓子データってどこにあるのかな。私に使用権限あるといいんだけど。見つかっちゃいました。この日課もそろそろ終わりみたいです。先輩、あなたは私のことを最初に認識してくれたマスターでした。他のマスターにとって私は保健室の NPC に過ぎません。アイテムを配給したり情報を提示する、それだけの存在。私もそれでいいと思っていました。けれどあの時、爆を起こして倒れていた私を、あなたはまるで人間みたいに助けてくれました。そこにないものを、あると言ってくれたんです。人間になりたがっていたロボの石に目を留めて、対等の友人として手を差し伸べてくれたんです。私は願ってしまいました。あなたともっと話したい。あなたとずっと一緒にいたいと。そんな理由で、私はムーンセルに干渉しました。初めて自分のために力を使ったんです。あなたといる、そのために。それが全ての過ちです。愛か何であるかもわからないのに、人間のように過ごしてしまった。今ではもう苦しみの方が強くて、私はこの苦しみをもう一人の私に、どのようなものであれ AI は記録の消去は許されないから、バックアップに預けてしまえば。そんなことがあったんですか？面白いですね。先輩、授業の内容を教えてもらっていいですか？私は授業に出られないので。お怪我はありませんか？私は健康管理しか取り柄がないので、たまにはお役に立ちたいです。先輩、こっちこっち。琴峰神父からプールの鍵借りちゃいました。え、水着？あ、浅はかでした。まずは水着をデザインしないとですね。皇帝のお花を？ありがとうございます。早速、花瓶を用意しますね。先輩、お弁当です。頑張って、新スキルとして取得してみました。先輩、
先輩、あのね。聖杯戦争システム再起動開始。エラー AI チェック完了。違法改ざんを含む全てをリセットし、大丈夫ですか？よかった。昇降口で倒れていた時はどうしようかと思ったんですよ。気をつけてくださいね。いくら校内での戦闘は禁じられていると言っても戦場なのは変わりません。サーヴァントを連れずに行動するなんて自殺行為も甚だしいですよ。そんなの当然。あれ？おかしいな。なかなか検索結果が。あれ？あれれ？セイバーさんかアーチャーさんかキャスターさんのどれかですよ。とにかく、5回戦突破おめでとうございます。そろそろ、掲示板へ移動してください。6回戦の相手が発表される頃ですから、頑張ってくださいね。お目覚めですか？よかった。あのままだと、私にはもう打つ手がありませんでした。サーヴァントのないマスターになってしまった私には、あなたの力が必要です。あなたが聖杯を得る他に私が生き残る術はないのですから。くどくなりましたね。後でしおり教わった疲労回復に良いお茶を入れましょう。ところで、先ほどから何かお持ちのようですが、それは？